今キャンプ場に向かう道中ですけど、富士山こっち側から見たのはいつ以来でしょうって感じですね。不思議な感じ。富士宮側から見てるって言えばいいんですかね。そうだね。映ってるかな、映ってるかな。本当宝永山が本当不思議な感じ。到着を待つ人々。今は2時4分です。2時4分、はい、2時終了でした。もう4分、はい、4分超えちゃいましたよ。困ったな。エイドステイです。困ったな。エイドステイ中ですよ。遅延ですよ、これは。給水はし放題。煎茶飲み放題。煎茶飲み放題。静岡だけに。もう関係ないでしょ。これでしょ、これ。関係ないでしょ。すごいですね、あのくぼみというか、上の方の。こっち側見たことない、あんまり。登れないもんね、こっち。ですし、こっち側って言っても、本当そのさっきの道の駅じゃないですけど、そこら辺までしかこう寄ったことないんで、こう近くに行く感じは初めてかもしれない。朝霧ジャンボリオートキャンプ場着きました。あービール飲みて。受付は代表者1名でお願いしますって書いてありますね。違う、新さん。あ、じゃあほら、こっちか。なるほど。上がります。今何時だと思ってるんですか。1時間押し。1時間押しですね。申し訳ない。あ、でもあれですね。先に買い物したってよかったですね。なんか。よかったです。そう。まだ。いやいや。やっぱヤマトのあたりがちょっと混んでましたね。川崎乗った瞬間混んでた。あ、そこから混んでたんですか。それはそれは土下座で謝罪で、なじほど。そうです。アイサイズ。いや、なんかどこでもいいらしい。あ、いえ、AC。アイ。アイが人気ナンバーワンって書いてありますね。まあ混み具合とかで決めてもいいです。これ足元怖いですよ。ちょっとこれ手ブレ補正がやっぱついてないと厳しいレベルの。ワイルドサブ。ジンバルテスト大丈夫ですか。ジンバル大丈夫ですね。ちゃんと機能してますね。はい。横の絵とかね。そんなに入れても大丈夫なの？え、大丈夫ですよ。すげえな。うん。ガタ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 。チェインサイト。すげえ、なんかサファリパークって。サファリパークですよ、本当。アイサイトこっちですね。あ、結構ちゃこういう感じなんだね。あ、すげえ。あー、そうなんだ。おー、ちょっと俺結構感動しますよ。え、普通のキャンプ場ですよ。こんな広いの初めてだよ、これ。あ、すごいね、こんななんだ。これはオートキャンプハマるわ。コテージとかないから開けてていいですね、すごく。これはいいね。まあもうこの時間でこの感じだから、多分これ以上そんな増えないでしょう、多分今日は。もうね、暗くなってきますからね。今時間は3時40分ぐらいですね。これ素敵だわ。この辺が、この辺に焚き火で、この上あたりにタープって感じか。そう、手伝おうかなと思いながら、もうでもほぼ完成に近いんじゃない。あ、そんなことないか。まあ、これそっちなんか、これちょっと持ち上げて、で、こ、あ、はい、これに穴を取って、あ、外れちゃった。コットがなかなか。施術はしないけど、施術用ベッド。今日施術あるんですか。しないです。一切しないです。今日ないですか。しないです。ないか。今日はみんなお疲れ様会だからしない。あら。全然刺さってねえじゃん。なんだよね。誰か寝るんですかこれ。え、俺今日椅子忘れちゃったから。あ、そういうこと。椅子の代わりね。そう、代わり。寝ることも可能。平和だね。非常に平和だね。平和。もうなんかいいよ、これで完璧だよ。
大人行ってしょ。あそこ空いてんじゃん。狭いな。近いな、そこ。すごい近いな。男女このミニ椅子。あれでも足りんじゃない？あれがパンパン。あっち持ってきてない。それもいいです。あれか。あはい。いい日がある。あ最高だ。目の前でシシャモが焼かれています。いい絵だな。こう風下だった、しかもこれでもちょっと当たってません、これやっぱちょっとやばいかもしれない。ちょっとあれだ。じゃあそうだね、1年間のこうお疲れ様をね、1年間頑張ってくれた人に、じゃあ誰でしょう。さんね、頑張ってるなじゃあ最年少。頑張ってない。最年少。じゃあ皆さん、はい、1年間お疲れ様でした。よろしくお願いします。よろしくお願いします。乾杯乾杯。よろしくお願いします。ここまでワンレースだった。すげえです。動かさないと。うめ。最高だ。最高。このオレンジジュースは最高だ。うまい。シシャも大丈夫かな。そろ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 やばいじゃない。じゃあ司会進行よろしく。じゃあ自己紹介とかなし。いらないでしょ。あべすごい。それをちょっと言ってほしいんですよ。でとりあえず僕が適当に振るのでそれに対して答えてくれる。ついに MC までしますか。そんなちゃんとした感じだった。はい、じゃあ、ね、この滝を中心にみんなに集まってもらいましたんで、まず最初の質問は、これ。何？ここ1年で思い出のレース。おお。ここはまず田中さんに。はい。はい。どんな感じですか？1年振り返って。思い出のレース、まあいっぱいあるんですけど。何回目ですか、トリッシュ。7回目です。初めて出たのが13年なんで、10年、11年で7回目。長尾さんはどうですか。ただ走るだけの動画の。うん。それいりますか。まあいいや。思い出のレースは今年はやっぱですね、あの富士登山駅伝ですかね、やっぱね。ああ。印象に残ってんのは。いや、まあ、やっぱみんなそれぞれの、ね、スタイルのところにちゃんと出てるから、それぞれのレースがやっぱ面白いけどね。じゃあみんな合格点。いや、君はちょっと君ちょっと最後シュマントでなんとか盛り返したけど、リタイアなんか2回くらいしてるよね。うまくいく肉やばい失敗した話恥みたいな。裏がすごい。またさっきの前回もそんな。マシモさんはなんか動画のあの時間は決めてんの？え？動画の時間で決めてんの？あ、決まってないんですけど、大体あの時間になるんですよね。大体30分、20分から。あ、尺のことですか？尺。そうそうそう。長尾くんはもう完全垂れ流しで長いじゃん。え？これなんか照明のライト。あれですよ、最近編集がてか撮りすぎて1時間半ぐらいで区切らないと永久に終わらないことになる。小野さんがなんかトルデジアンとかあれは準備より対応力だみたいな話してて、まさしくだなって思ったし、そんだけ準備しても準備しきれないなって。あの距離は練習できないですから。対応してくるみたいな。100キロまではなんか走力な感じがする。そうですね、100キロまでは走力ですね。100マイルは練習量な感じがするんですね。練習量と、練習量とあとは対応力、どれだけ計画をうまくできるかみたいな、自分を把握してどれだけ計画を立てられるかみたいな、はい、それ以上になるともうなんか何でもありかなって感じ。何でもあり。いわゆるやっぱある程度やっぱ練習しっかりしないと思う。そうかもしれないですね。最低限の練習はやっぱ必要かな。最終的にはなんか精神的なとことか、はいはいはい、のとこは大きいのかなとは思うんですけどね。めちゃくちゃ明るいな。音楽ビルが最初だから。全然そうでしたね。そういえばね。マチオってしてるとか言われて。知らなくて。
最初、うん、なんかこんなやつなんかいるんだよ、うん、しかも最初普通に根岸で予約取ってあれだって、だってそれこそ太陽君と募集の佐野と行った時の時に、はいはいはい、そうでしたね、根岸さん座ったら行った方がいいよ、私はもうそこからですから。でもそれをほら別で予約してたでしょ。それで12月のね、ね、中頃かな、なんか予約してたよ、ね、そしたら12月の末ぐらいに、うん、そう募集するっつって、そう、たまたまもう一回なんか予約したんだね。朝の富士山、最高だ。寒い。もうすぐ日の出です。11月3日金曜日の朝ですね。アシラボキャンプ、最高でしたね。まあ寒い。いいですね。もう一日平和ですね。平和だ。もう一日平和だ。龍ヶ岳で滑落しなければ平和で。龍ヶ岳行ったけ、行ったことないですよね。あ、本当？あ、じゃあ楽しみだね。うん、多分行ったことない。夜しかないな。夜もない。そのコースで走ったことがないですもん。そもそも千百の合宿で行ったことない。ないですよね。そっち行っちゃうことない。ない。そうですよね。完璧。平和。あの走った峠登んなきゃいけないのかしら。よし。じゃあ、朝霧ジャンボリークラブキャンプ場出たんで、これからちょっと、来年のマウント富士100の、またちょっと新コースっていうかね、前通った龍ヶ岳今年から、来年からまたコース復活するみたいなんで、ちょっとそこに行ってみようと思います。行ったことないんで、ちょっとね、田中さんは以前あれかな、走ってる時は、確か通ってるはずです。橋田峠に行って、そこから龍ヶ岳の方に行ってみようと思います。入れますよね、多分ね。あ、先行きます。うん、いや本当に初めてのコースだ。うわ、なんか良くないですか雰囲気。ねえ、落ち葉トレイル。あ、帰り車調べました今。いや、あの、どっちから帰って、同じぐらいですけど、はいはいはい、軽歩道行かないと。ああ、うんうん、どっちだ、こっちか。あんまり踏まれてなさそうな道ですね。東海自然歩道っぽい。これ東海自然歩道みたいですよ。あれ、田中さん、明日トラサイやるって言いましたっけ。やろうかな。自分はいけないんですが、元栖湖方面でいいんじゃないですか。うん、そうじゃないですか。よっしゃ、このカメラで初田中さん撮り。いや、結構、あれですね。そうですね、あんまりここを通る人はいないんじゃないですか。今日は多分工程はあれですね、全部で10キロちょいで500アップぐらいとかですかね。そんなもんかな。はい、多分明日まででそんなもんかな。うわ、結構嫌な感じですね。うわ、ここはマウント富士100のコースではありません。落ち葉で全然道が見えない。
いやなんかちょっとぐねりそうなんで気をつけてください本当。ネギさんテーピングしてるんですかやっぱ。え？あしてるんですね。さすがこの短時間でもやっぱプロは違いますね。プロ意識がすごい。よいしょ。いやいや違います違います。1月ですよねこっち合宿。あ、そうそう、そうです。そうなんだ。そうです。だから確かに例年クリスマスでしたね。そこじゃないんですよ。群馬ね、群馬ちょっと群馬です。はい。そうですよね。無駄に寒そうで伊豆で良かったんじゃないかなってまだ分かんないですけど。分かんないです。じゃあ桐生とかどこ行くのかな。そうじゃないですか。冠城さんとか白角とかのあの辺に行くんじゃないですか。まあね、合宿とかそういうサポートがないとなかなかね行かないエリアですし。そうですね。うん、何年か前に行ってんだよ。そうですよね。2年ぐらい前じゃなかったっけ。違いましたっけ。2年前ぐらい。うん。うわ道え、あ、何のハーフマラソンですか。河川敷系。あー立川ランネットのやつですか。あ違う、ん、あ4000のやつ。立川シティハーフじゃないですか。あ、ベジタブル、うんうん、あ、ベジタブルマラソンか。はい。3月でしたっけ。なんか最近、エントリー費が安いって言って話題になってましたね。4000円、そう。昔ながらの。てか、昔は全部ハーフなんて4000円ぐらいだったのに。ほんと、3500円とかでもね、ありましたからね。あ、体操レースでしたっけ。あ、そっか。あ、エントリーしたんですか。ああ。そういえば、青梅は走りますか、田中さんは。エントリーして。そっか。どうしようかな。あ、でももう終わっちゃったかな。悩んでたんですけど。まあでも、東京の2週間前に30キロはやっぱやめようかなっていう。もう1週ぐらい前だったらな。よいしょ。あ、やっとなんかちょっと道が落ち着いてきましたね。いいトレイルでしたよね。ちょっとこのちっちゃい石ころが邪魔ですよね。そう、こいつらがいなければいい。やっぱ今更ですけども、iPhone との違いはですね、インカメラでも画質がよく撮れるっていう、カメラ回してるだけなんで、やっぱそれがいい。日陰はだいぶ冷えますね、やっぱ。いや、日陰入ると全然気温が快適なんだけど、寒いぐらい。さてさて、
よいしょ。やっぱ登り直すとここの下り嫌でしたね嫌な感じで、うわー、いやー、そうですね、この時期ならではって感じですね。あー、いい、めちゃくちゃいい。下峠って書いてある。あ、たぬき湖か。あー、なるほど、なるほどそれはあれだね。ロスト部分カットで何もなかったかのようにこうして、こうしてそうです、こうしてやらせ活動が行われていますまあ今の道は何でしょうね、元彦からこっち、ここに行きたい人がいたら通るべき道ってことですよね。いやいや、そんな人いないと思うんですよねいないですね。 1.5 キロぐらいですか ほぼ全部ロストしましたね20分くらいか。まあまあ、そうですね。15分、20分。まあ、最後は戻すか降りたら、ロードで5キロぐらい走って帰ってきますか。え？お、ほんとだ。道しるべかな？なんだろう。ご丁寧にどうもって感じそうですね、やっとそれらしい看板が、これはいはい、ここがあれですね、刺した峠までのトレイルの入り口の扱いみたいですねそっちか、そっちじゃないか、どっち、あ、本当に入り口畑はそこですね、うん、この赤いルート行って橋田峠方面に上がってですね、行きましょう行きましょう、なんかこの辺上がっていけば龍ヶ岳上がれそうですよね直頭で這いつくばるような登りうわ。いや、危ないな、この道。登り始まってますけど、多分このままなんとなく巻いていって橋田峠の直通ルートのところにぶつかるんだと思うんですよね。どこからなのかわかんないですけど、分岐ありますよね。そう、よいしょ、いや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 。
いや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 勘弁してくださいと。いやそうですね、ちょっとあんまりもうこれ以上負荷をかけない方がいいですね、この道は結構落ちたら死ぬなっていう感じの、はい、場所もこのルートはまあおすすめしないですねまあ龍ヶ岳もあれですね、あのただ登って降りるだけだったら元スコ側からの方がちゃんと無料駐車場もあるみたいですし、そう、あ、はいはいはい、まあマート富士のコースをたどるんだったらまあやっぱ道の駅発着がまあ無難かなっていう気がしますね。まあ帰りちょっと長いですけど、ここもなんだこれ右側ですかね。うん、よいしょ。道と呼んでいいのかっていう感じで、あ、すごい岩なだれってやつですねよし、よいしょ、ああ、こんな道ばっかりだよおお、マジか。ああ、やっと、たぬき湖なんて17キロも先じゃないですか。そんなね、橋田峠にしといてくれよっていう。あれは、そりゃないよっていう距離感ですよ。17キロ先の次は江戸はないんだよね。そうですね。ということで今
走り始めてうろついて49分経って、やっとマウント富士100のコースに合流しましたということですね。ここは、まああれだ。年に2回ぐらい平均で来てるから。400アップぐらいあるんでしたっけ ?300 ぐらいでしたっけ ?400 ぐらいでしたっけ、なんか、20分ぐらいの頑張って登って終わった気がするんだよな、400だと。今こういうの1070。あ、もう1000超えてるんですか。あ、だいぶ上がってきましたね。じゃあ300ないぐらいかな、なんとなく。明日まで、はい。で、龍ヶ岳が1500ぐらいのはずなんで、あと500アップですね。明日峠から龍ヶ岳までは直通って感じで、ちょっと走ってから登って感じですかね。行ったことないんで。結構ギザギザですか？あ、マジですか？そうなんだ。いや、それも時間かかりますね、またね。ああ、そうなんだ。ああ、逆走すると、しんどいってことですね、なかなか。よし。草峠って、はい、ああいうて STY の分岐点の、ああ、確かに。STY の分岐終わってから結構長かった気がするんだよな。そうなんだ。じゃあまあ、まだレース序盤とはいえ、ちゃんと見といた方がいいっすね。STY 何年ですか ?2018 とかに出たんですか、はいはい。19年もリーグは行ってるんだよな。はい、あ、てか10、あ、そうか。あれ19って途中で中止になった年でしたっけ。いや、ああ、そう。そうですよね。うん、あ、18の STI はこんなとこ通ったんですか、つうか。あ、そうか、そうか、それで、そうでしたね。川口湖フィニッシュでしたっけ、あ、じゃ、ん？ですよね。そうだ、そうだ。そうですよね。STI はそうでした。なんかもう、最近はなんか貝がデフォルトになっちゃって、頭の中が。頭の中が貝でいっぱいになっちゃって。このシャドウの登りは完全に田中さんのテリトリーですね。田中さんの縄張りに入ってしまった。
明日峠の直登登り始めて11分、はあ、着いた、はあ、距離的には600メーターか200アップでしたね。あ、で、ここだ。ここ今まではこっち行ってたんですよね。こっち行ってたところをで龍ヶ岳方面に行きます。あ、そうですよ。今までのコースでじゃ。全然記憶ない。まあ、暗い時間ですからね。あれか。ああ、高いね。結構高いですね。やっぱ1500ありますね。あと、いやいやいや。なんか、どうせ落とすく降りなくなるんだったら、なんか、熊森じゃなくて、そのまま突っ切っていって、ここまで来ちゃダメなんですかね。結構距離ありますかね。ありますよね。おおおお。すごいんじゃない。ね、最高でしょうね、今日。何にもないですもん、だって。雲とか。雲とかっていうか、雲とか。そうですね。そうですね。ぜひぜひ。いやー、すごいな、この道。でもここあれですよね、レース、まあ0時スタートでここに来るのは大体朝の何時ですかね、5時6時ぐらいとか6時とかかな。7時ぐらいですか。うん、待てよ、1、2、3、4、5、6で麓まで6時間だから、そうか、8時ぐらいですね。8時前とかかな。そうか、日の出ではないのか、じゃあ。そうか。うん。熊森。熊森か。いやー、すごい。綺麗だな。あれ、あれ何ですかね、雨があったけとかですかね、何だろう。雨なんとかとかじゃないですか。その昔の UTMF であそこも全部通ってたわけですもんね。いやー、なんかやっぱ近くに来ると相当でかいですよ、やっぱ。あれの上り下りは、高尾の小刻みのアップダウンとわけが違いますからね。すごいコースだったんだな、やっぱ。しかもあれですもんね、昔は河口湖の北側とかも見てたんですもんね、山を。レイクビアの鈴鹿を最後は。そうですよね。今1370、あと150ぐらいかな。
すごいな、ここ。よし。だからこう、一緒に走ってる時に田中さんに何か話してくる時に渡して、はいはいはい、田中さんがこうすごい近くで喋ってるような、後ろから撮ってるけどすごい近くで話してるみたいな。あ、そうなんだ。そういう映画撮れるわけですよ。はいはいはい。いいね。田中さんの今年ラストレースは12月の1週目でしたっけ？12月2週目。2週目の。イクトレイルジャーニーとかと同じ週末ですよね。川崎国際と一緒なんじゃん、駅伝と。そうですね。なんで自分はあの単日でそれに行こうかなって思ってます。いや、今年は、似てもいいかなと思ったけど似て合わず。よし、もうちょっとだね。まだ上がる。ね、あれ田中さんのバイク持ってるってことは長尾がこう声を張ればいいってことね。そっちだ、これ。そっちは取れないんだ。はい、そっちは取れないんだ。あ、そうなんですよ。ただその外部マイクをもう一個買えば、ああ、自分と田中さんどっちもつけられるんで。はいはい、トランスミッターが2個あればいけますね。そう、うわ、すごい。よいしょ。いや、田中さん、いつからあれ50代の枠っていうのは、うん、あれいつからでしたっけ？来年。来年の何月ですか？5月。5月か。ラフジは来年はまだ40代だから。じゃあそっか、今回のバイユー TMB タイランドは40代として最後のあれですね。まあそうだね、なんだ、レースになるかもしれないって感じですかね。そうだね。ハートは行かないでしょ、今年は。ハートは行かない、当たんない。ガチョウの埋め木声が聞こえますね。結構いいですよ、登ってきましたね。でもまだ八田峠の直走入ってから、うん、25分6分しか経ってないですね。あそこまでやっぱ長かったですね。あそこまで長かった疲れちゃいましたよ、無限街道で。ねえ、あれ見えてるのはなんだ、アルプスかな。アルプスですか。おー、じゃないかな。あ、そう。いや、すごいです、マジですごい。ここ最近の中で一番いいとこ行きたかったですね。そうだね、景色も。しかもこんな、なんか絶好のコンディションでこんないいところに。いや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 、いやいやいや、死ぬほどのチルリーキャンプの後にこれですよ。最高ですよ。山頂感が出たところから結構長いですね。そう。あ、覚えておかないと。気持ちいい区間に出てからも、まあ、気持ちよく走らされるよと。うん、なんか結構任されてるんじゃないかっていう迷路みたいな。こっちだ、来た来た。お、来ましたね。しゃ、マイクください。ありがとうございます。うん、おお、さあ着きましたよ。おお、すごい人。
いや、いいですね。すごいピクニックしてる。いやー、これは最高だ。山頂標識はどこですか？そこか？あれか。あそこにあるね。まあでも山頂感があるのはこっちだね、やっぱり。いや、ここだな。富士山入ってないですよ。大丈夫ですか？大丈夫です。あ、これでも、これでも行きましょう。この後で切り抜き式でじゃあ行きますか。はいはいはい。いいんじゃないですか。はい。いや、すごいな、これ。本当、本当にすごい。ちょっと今まで見た富士山で一番綺麗かもしれない。本当に。これはや。あの、T100 の、てか UTMF のコースでも、なんだ、橋田通りは向こうに降りるときに結構綺麗。パノラマ台でしたっけ、うん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 、あそこもなんかここ最近ずっとガスってていい天気の時に行ったことなかったんで、はあ、すごいな。西口からの登山道ってないんだよね、富士山って。西側はまあないですよね、樹海ですもんね、基本的に。まあでもなんか途中道でしたっけ、あれって比較的西の方に伸びてみなかったでしたっけ。なんか忘れましたけど、吉田口あたりがこう西の方にこう、ナイスビュー、ナイスビューいただきました。いいな、これやっぱマイクみたいにして使うのが楽しいな。新しい遊びを覚えた。で、降り口はだからなんかいくつかあるんですけど、こっちがコースですか。うん、なるほど。これ降りていくと元栖湖の方に行けるわけですね。何も気にせず。多分170ぐらいまで上がってると思うよ。いやー、スニーカーもたまりまくりでしたね。そうそう、いい練習でした。ちょうどいいで。いやー。今度ガチを取ろうかな、じゃあ。前に巻いてください。いや、あれ山頂に着いたの何分ぐらいだったかな。28分ぐらいでしたっけ、下から。わかんないか。いや、うわ、すげえ、何か40分、たくさんこれ最高。上り、あの、分岐から40分、分岐から40分弱ぐらいですか。分岐に40分着いたから。ああ、そっかそっか、なるほど。30分ちょいぐらいですか。そうですね、そうですね。あれ何だ、うん、あれは、サイコじゃないですか。あれ最古ですよね、多分。そうですよね。あれが足技3回ですよ、だから保養台。すごいね、これは珍しい。すごいですね、これ最古が見えるんだ。よき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 。あ、これサムネに使おう。ちょっとあれかな。オッケーですよ。こちらオッケーですよ。あれ何なんだろう。あれはあれなんだ。あれなんですかね。ね。あれなんだ。あれなんだ。なんか登れそうな、登れそうだけど、なんかあんまり気にしたことない。ないですね、あんなところにあんなものが。うん、まあなんかでも樹海の奥の方じゃないですか。わかんないけど。多
分今あれだ、パノラマショットを撮ってるかもしれない私は。あ、大丈夫です、多分ゆっくり降りてれば。ガチ用のロングトレイル練習は大体インターバルなんで。撮影が、そう、立ち止まって撮影してで追いかけてくるっていう。あれがでも逆にいい練習になってると思うんですよね。ここの下りはなんか走りやすい、いい下りですね。ここの、ね、下りに走りやすいよ。はいはいはい。そうか。なんか通すのやめちゃったんだろうな。やっぱ距離が伸びたらさ。なのか。それか、まあでもどうせ夜ですもんね、今だ。今までの時間だってだとしても。ほとんど。あれか、富士急にしちゃったからか。ゴールを。あれで距離が伸びてんだよ。ああ、まあそう。いや、マウント富士100。新コースというか、まあ、旧コースでも復活ですけど、いいですね。いやー、今日やっぱりよかった。ね、本当ですよ。ね、よかったですよ。こんにちは。本当に来てよかった。こんにちは。まあもうぶっちゃけこんだけ絶景堪能してるから、まあ当日はもう雨でもいいかなとって思える気楽さ。まあでもやっぱなんかこの時期がいいんでしょうね、時期が、うん、こいつらいかに最高じゃん。ねえ、いやたっちゃん連れてきたかったですよね。ねえ、おう、多分ね、結構茂ってますね。みんなこの見たくてみたいなだと思いますよ。はい、なんか伊豆の笹を思い出しますね。ちょっと似てますよね。そうだね、うん、まあ、静岡からだけどね。はいはい、ここは山梨か、美濃、美濃部町とかじゃないですか、違うかな。あ、富士市ですか、まだ。あ、その元栖湖外輪トレイルも、まあ、悪くなかったですけど、こっちの方がいいな。え、あ、そうそう、前のコースよりもこっちの方がなんかいいな、登ってよかったなって思えるルートだなと。明かりとってくるからいいんじゃない。あ、まあまあそうですね、確かに。まあ元栖湖畔もね、天気良くて明るければね、気持ちいいとこですけど。昔あの北国立高原レースっていうのがあった。あ、はいはい、ありましたね。これは、ね、めっちゃくちゃ走って登ってくるんだよ。若干平手くるんだけど、はい、思い出したけど、あの笹のとこすげえ入って、へぇ、なるほど。レビューの下りでもう左歩く。あ、じゃあ今登ってきたところを下るんですか。ああ、なるほど。そうか、なんか分かる。ああ、そうなんだ。はい、ガチオが鼻をすくるのどうよ、これ。なるほど。足音とかも立てるんだ。足音とかも、それ向けた方がよくて。ふかふかトレイル、じゃない、まあ若干ふかふか。やっぱこうやって何人かで始めるときは、マルチでマイクがあった方が楽しいですよね。確かに。みんなの声が入って。バイクじゃないけどさ、うん、こうスピーカーとかつけちゃってさ、うん、口元に。そうか、シンプルに600下るってことか。結構できない。龍ヶ岳は単独峰ってことですよね、だから。ほぼ単独峰じゃない。うんうん、
でも 18点に龍ヶ岳来た時、俺の時間うっすらとやっぱ富士山が夜でも見えてすっごい綺麗だった。月明かりに照らされる富士山ってなんか超幻想的だったことを覚えてますよ。その時もなんか iPhone で撮ったけどさ、その時の iPhone なんか iPhone5 とかだからさ何にも撮れないんだよ。10年前じゃない。10年、10年、18年前くらいか。あ、そうか、15だからね。そうか、なるほど。もう5シートか6シート。そうか、そうか、そうか、そうか。長さはなかったね。あれ、そうでしたっけ。そうか、そうか、2018だからね。そうか、5シートがありましたね、安いやつ、うん。iPhone の歴史と自分の歴史を重ねて面白いな。iPhone あれだった。自分新卒の時に買ったのが 4 でしたね。 4S だった。いつ iPhone 一番最初買ったのは何？新卒の時に 4S です。 4か。 4S。 え、田中さんなんですか？俺 5C じゃん。あ、 iPhone じゃあ そのぐらいから。そう、うん、それまではじゃあ何ですか？それまでは自分 Android 使ってましたね。これはなんか iPod Touch に Wi-Fi 来てて遊んでた。ああ、 iPod。 まだスマホじゃなかったですね。 iPod Touch か。スマホじゃなかった。そうだ、 iPod Touch だったんですよね。そうだそうだそうだ、2つあったんだよ、なんかそれこういうの。タッチもね、軽くて良かったですよね。分かんないけど、また出すかもよ、 iPod Touch とか言って新しいので。またいやいや、なんかそういうさ、リメイクとかって。わ、でもアメリカ人はやんないか。日本人好きじゃん、そういうの。いや、あれですよ。iPhone ノータッチです、ノータッチ。ノータッチ？眼球？え？なんかもう、4次元ディスプレイみたいな。ああ、だからあれでしょ？あのほら、空間認識するみたいな。そうだよね。なんだっけ、あれ、50万ぐらいするやつ。ああ、なんでしたっけ？アップル。VR の。そうそうそう、VR の。そう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 。あれ、やばいっすよね。ちょっと欲しいですけど。いやあれ買うんだったらマックスタジオ買うな。マックスタジオ買えばなんか10年くらいは使えそうだし。あ、まあ増設ができそうだよね、なんかメモリーとかもね。いや、もう増設されてるからいいんじゃないですか、スタジオ。なんか俺もやっぱじゃあ10、今俺32なのかな、32積んでるけど、はいはいはい、重いよ、うん、全然ダメだ。 4K とかやっちゃうとね。それいつの Mac ですか？ M1 ですか？ M1 ですよね。まあでもあれか、めちゃくちゃ編集入れてるから重くなりますもんね。カメラをね、違うカメラ入れちゃうとダメなんだよね。 GoPro だけだったらまだいいんだけど、そこにソニーのカメラとか加えちゃうと、ミックスするとダメ。なんか多分ね、今までなんでやってなかったんだろうなって。20分で水分補給と、あと40分で補給。ああ、それも？はい。で、あと30分で梅干し準備してます。それアラームの音変えてんの？いや、全部一緒。だからまあ何かしら取ればいい。あんまり、ね、長すぎるとよく分かんなくなります。お、あれ戻すとですか？戻す。すげえ真っ青。すごいな。あれ昔マスが見つかったので戻すとでしたっけ？なんか湖がすごい綺麗ですね。いや、いいなこれ。葉っぱの色がちょうど紅葉で、
てでもカメラの映像にネギちゃん映ってなくても足音だけはこうギリさんの足音が映るっていう。250m 離れてもいける。ああそういうことか、はい、おここに最高。贅沢だって。で、ガチオさんはすごいです。ねぎらってあげてくださいって。贅沢だって何が？景色とかこう？どこ？景色？あ、景色というかそのどっちも見れるのが良かったですか。ああ、そういうことか。結構長いですね。うん。そうだね、ダラ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 。ちょっと道幅広いですよね。なんか白山から美女谷に行くような道じゃなかったでしたっけ。あれがもうちょっと枯れたような。あれがもっとあれがもっと枯れた。そうですよね。そう。で長さが2倍になったみたいな。3倍だね。2.5 倍ぐらいか。なんか一瞬広げてさ、あ、終わりかなと思ってさ、時計見るとさ、はい、まあ、標高 400m とかでさ全然終わりじゃねえじゃんみたいな。ほぼゼロまで降りるんですよね。そう、ほぼゼロ。湖だからまだ結構下あるね。終わりそうで終わんねえな。大丈夫ですか？マイク捉えましょうか。はい、大丈夫。いや、鍵とか落ちたら嫌だ。ああ、そう。早く降りてもあんまゆっくり降りてもそんなタイム変わらないよね。変わんないんじゃないですか、ここは。それだったらやっぱさっきの登り頑張った方がいいね。え、
とっても同じ感じがする。とっても同じっぽい。さあ、今走り始めて1時間55分くらいか。 9.5 キロで600アップぐらい。もうそろそろあれですね、別荘地からロードに出ます。その先、この先に多分ゲートがあるんじゃないかな。あ、こっち行きますか。あ、東海自然歩道ってことはずっとトレイルですか、もしかして。いや、違う、これでロードです。ありがとうございます。じゃあ、こっち行きますか。うわ、めちゃくちゃ綺麗な絵が撮れてる気がするおお、着いた。よかった、トレイルで田中さんの前から撮れてよかったで、こっちですね。そうですね。で、それ、これしばらく行くと多分あれですよね、あの国道っていうか広い道に出る感じですよね、きっとね。なんかね、今ここなんだけど、はいはい、本当はこう、あなんか微妙に微妙に道を。そうなんだ。なんか大和高原地図になんかさっき出てた気がする。ちょっと待ってください。これがトレイルでしょ、それ。トレイルなんですよ。トレイル行きたくないですよね。あ、大回りになっちゃうのかな。次から次へと気持ちがいい道が出てきますね。この割石峠ってあれですよ、うちらが走り始めたところはい、今ちょうどスタートから2時間ぐらい経ちましたね、予定時間。まあプラス 2,30 分ぐらいって感じですかね、おそらく。3、4キロぐらいかな。最初のロストがなければほぼ2時間でしたね、やっぱ。そうかそうか。だいぶやっぱ龍ヶ岳までの上り区間で巻きましたね。あそこで多分、コースタイムの多分 20% か 25% ぐらいだなって。高いでしょ。まあね、トレイルランナーの腕の見せ所ですよね。ああ、綺麗だ、綺麗な話。これはなんかもうあの辺に出れちゃえばあれなんですよね、ロードなんですけど、まあちょっと距離ありそうですもんね。もうちょっと道に近づくところまでトレイルでアクセスした方が良さそうな感じですね。ねえ、うん、日曜日のそうなの、本当にハイキングだけど、それでもいない。でもね、さっきの元スコファンのキャンプ場でキャンプしてちょっと散歩するぐらいだったらね、あ、いい道ですよ。そうだね、ちょうどいいね、うん。うわ、最後の最後に
まだ3回。え、もしかして結構登る？意外とダラダラ残ってる。さあ、ここの着いた着いた。すごい、こんなに遊んでんのにマイクのバッテリーまだ 80% ですよ。すごいないですか、これはすごい。確か交渉地で6時間使えるっていうのは伊達じゃないですね。よし、じゃあここからロードを多分2.5 ですか、2、3キロ、はい、走ってフィニッシュです。なんか登ってません、やっぱ。ここまで 10.5 キロで660アップぐらいかな。根岸さん、走り方だけじゃなくて足の形変わりましたよね。足の形が変わった。ふくらはぎ周りとか前より多分なんかね、なんだろう、なんか締まり方が変わった感じがする。わかんない、昔の映像と比べたら何も変わってなかったりしてる。本当にそんな気がするんだよな。なんだろうな。無駄な筋肉が減った感じがするんだよな、なんか。いや、さすが。足ラボ効果。そうですね、今日は足ラボ効果をもっと強調していかなきゃいけなかったですね、この動画は。遅刻したからいいんじゃない。そう、遅刻したからその分。そうだ、その通りです。まあ、キャンプは最高でしたけど。また来年。わあ、景色も綺麗だ。よし。最後の登りかもしれない。そうだね、あの辺だった気がする。目指すかな。あそこからが富士宮か。やっぱこっから手前側は山梨だったのかもしれないですね。あ、県境、県境って書いてあるわ。なるほど。さあ、帰ってきた。お疲れ様でした。ちょうど良かった。いや、マジロストしてなければ本当ぴったり2時間弱でしたね。今2時間17分で
ちょうど13キロぐらいですかね。700弱ぐらい登ったかな。700ぐらいか。平均ペースはキロ10分半ぐらいか。いや、本当ここ何年かで一番の絶景を拝んだ気がします。いやー、よかった。こんな最高なことばっか続いてると、ちょっと帰り気をつけないと。あの奥ですか？ああ、そうですね。あんな色でしたもんね。あれ、笹なんだね。笹なんだ。ね、遠くから見ると芝に見えますけどね。笹だよ。笹だ。じゃあ、今度こそ、お家に帰ります。最後の富士山。